回2点を先制されて嫌な流れの中ランナーを置いて回ってきました。この打席振り返ってください。何とか打ってランナーを返そうと思っててよかったです。まさに嫌な流れ、4番の一振りでその流れを大きく変えました。ありがとうございます。そして岡本さん、今シーズン22本目のホームラン、初のライトへのホームランでした。これはまたホームランエリアが広がっていい兆しと見ていいんでしょうか。持ち味でもあるのでどんどん打てればいいなと思います。そして同い年船場様投手がプロ初勝利を挙げましたが、気迫のピッチングだったと思いますが、守っていていかがでしょうか。いつも、気迫あふれるいいピッチングをしてくれてるんで、僕らもしっかり守ろうと思ってやってますし、本当にいつもありがとうございます。そして岡本さん、今日は坂本さん、丸さん、ブリソン選手も帰ってきました。キャプテンとしても頼もしいまた先輩が帰ってきてくれましたね。そうですね、本当に皆さんも待ちわびてたと思うんで、ここから3人頑張ってくれると思います。さあそして勝負の夏、厳しい戦いがこれから続いていくと思います。明日もゲームがあります。キャプテンから一言お願いします。明日も頑張ります。